次の白メガネはお前と育てたい。はい、3月26日木曜日第7回ニコ7タイムズの時間となりました。何でしょう、この気を取り直していきましょう。 かつてない静寂に包まれましたけど、先ほど これもう3分過ぎちゃってますけど、俺だってこれやったの3回目ですからね。だから別パターンでやればいいのに。はい、30代半ばに差し掛かりまして、私は、はあ、男は色気で勝負、ノムロックです。よろしくお願いします。お願いします。無理しないでって、疲れてるんだよとかいろいろ言われてますけど疲れてないですよ。疲れるのはむしろこの後ですよね。来週相当疲れることになる予定なんですけど、はい、それは また後の番組紹介のコーナーで、やりたいと思います。はい、さあ、そして今月も、はい、私の隣には、はい、無事無事迎えられました。はい、こんばんは、駆け出し声優ダンシングゆかりこと後藤ゆかりです。よろしくお願いします。はい、今日も可愛い。ありがとうございます。でも何歳になってもノムさんからは色気は感じません。わ、ね、かんないでそんなの。まだほら40、45とかね。あれ、年上あんまりな感じ。わかんないですけど、ノムさんには魅力を感じないですね。年齢の問題ではないと。はい、ということで本編に入る前にニコ7チャンネルの説明をお願いします。はい、あ、僕ですね、はいはい、ニコ7チャンネルはパチンコパチスローをメインとしたエンタメチャンネルでございます。はい、面白がり方100万通りを目指して日々番組を作ってます。視聴者の皆さんと一緒に新しい面白がり方を見つけていければなという、そんなチャンネルになっております。はい、では本編の説明をお願いします。はい、そしてこのニコ7タイムズではですね、パチンコパチスローの面白さだけではなく、このニコ7チャンネルって面白いんだぜっていうことを宇宙規模で発信しているニュース番組です。はい、この番組を見るだけで来月の導入機種、そして番組の放送スケジュールがチェックできちゃいます。もちろん、はい、新番組や見逃せない注目番組も、スポットでご紹介しますので、またゲストとの楽しいトークも必見です。はい、ということで早速お呼びしましょう。はい、本日のゲスト、ルーキー王に俺はなる、ハブゾウさんです。よろしくお願いします。どうもこんばんは。千葉から帰ってきました。タカヒロ来た。タカヒロじゃないんですけど、よくあの空気を僕に戻しましたね。え、どの空気、どうなってるかなと思いましたね。すごいな、この番組と思って。いや、いつもです。いつもですか。いつも毎回です。あのね、3度目やった時はすげえさすがと思った。よくやったなって。同じことやりましたからね、あれ3回。そう、でも今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。みんな慣れてるからなっつってね。ありがとうございます。はい、それではですね、早速一つ目のコーナー行ってみましょう。え、いいんですか、ハブゾウさんの、ハブゾウさんの紹介とか。自己紹介、自己紹介。あれ、やるんですよね。はい、そう、一応毎回ゲストの方にはね、ほら、ハブゾウさんのこと知らない方が見てるかもしれないので、いらないよ、大体知ってる。大体知ってますよね。いや、でもほら、意外とちゃんとね。あ、ちゃんとは知らないか。だって2年目なんですよね、この業界。そうですね、2年目ですよ。じゃあ、モンドオンデマンドというサイトっていうか、なんでしょうね、あれは。携帯サイトですか。携帯サイトで、はい、コラムを書いてて、一応モンドオンデマンドパチ&スローライターハブゾウとしてやっています。つまりライターと呼ばれてもいいんですよね。はい、そうですね、ガチンコ系パチプロライターみたいな。あ、そんな肩書きが。そんな感じです。はあ、はあはあはあ、価値に徹底してるっていう。ほう、そこをお伝えしてる。ほら、ライターなのって。ライターなのっつって、うん、ライターだよ、そんな感じですね。はい、高広に激にハブゾウさん、なんか今日そんな声がよく聞こえますね。そう、これブルーさんの声ですね。ブルーさんのコメントです。コメント、はいはい、あ、サモハン、サモハンにも似てる。そうですね、サモハン金峰ではないんですよ。それはさ、ちょっとふっくらしてるからでしょ。これなんとかします今年。いやいやいや、デッドボールいけよ。デッドボールね、残念ながらね。なんかデッドボール残念ながらダメになっちゃったみたいです。先月ね、ハブゾウさんがデッドボール行く行くって。だからデッドボールのためにめちゃめちゃ締めてもうぴったしコンディション合わせていったのにダメになって、このリバウンド、はいはい、いくいく詐欺ですよね。違うよ、俺が詐欺ったんじゃないです。この番組でもすごい盛り上がったんですよ。そう自分はもう絞って言ってたんですよ。そしたらダメって言われたんですよ。
で今月末にみそぎ、みそぎが、上限さんと僕はなんか多分アシスタント的にアシスタント、はい、みそぎのアシスタントで多分そうですね出るかもしれない聞き役ですね、はいはい、聞き役聞き役上限さんがパチンコの初歩的な計算みたいな大事な計算をそのみそぎで披露する、はいはい、ほーそんな中ね今広告ありがとうございます、ありがとうございます、広告ありがとうございます、羽生善治さん、はい羽生善治です、本名ですね、本名です、はい、もう羽生善治って言うんですよ、あそうなんですね、はい、将棋名人みたいな、そうです面白い見てくれたのかな、はあ、本日のゲストは羽生善治さん、あなたの質問にプロが回答してくれるらしいです、おしますよ、お意外とね喋ってくれるっていうね、はい何でも言っちゃいます、はい、調子乗っちゃえばすぐ行っちゃいますから、そうすぐ行っちゃってすぐゲロっちゃうから、あとでプロ同業に怒られるっていう、うん、ちょっと同業とは目が合わせづらくなってきたっていう最近ありますね、意外とねそういうねこう視聴者思いの羽生さんです、うん、今日はよろしくお願いします、お願いします、今日も今日もパチノリという番組朝からやってたんですけど、そうですよね、そこでちょいちょい、はい、あ今美味しい、もう目から鱗情報飛び出してるんで、おじゃあちょっとください今、えこれ無料っすよね今無料です、今、はい、無料はちょっと、あそうですか、機種ですか、機種とか今やってる、今やってる立ち回りとか、はい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 、はい、なるほどね、その辺すぐゲロっちゃいますんで、はい、じゃあ、そうですね、そういうとあの羽生さんのゲロが見たい方は、はい、ぜひパチノリをご覧いただければということになってくるのかな、これは、はい、いい感じにね持っていってですね、良かったです、ありがとうございます、はい、じゃあそんな中で一つ目のコーナー行ってしまいましょうか、はい、はい、いきますよ、さて何が当てるかな、よこちらはですね、来月導入予定の機種を紹介するコーナーとなっております。4月の導入予定機種はこちらになります。はい、どうぞどうぞ、あこれは何どこにどこにミリオンゴッドがあるじゃないか、そこはい、さすがの、なんでですさすがのゆかり、もうゴッド来たって書いてありますよじゃあまずそのね、4月6日からはい、行きましょうかね、はい、パチンコの方は暴れん坊将軍 Z、まあ、この辺はあれですね、スペック違いあたりでしょうか、麻雀2ってこれもこれなんです、これ新しいんじゃないですか、ね、新しいやつですか、はい、ジャンドル決定戦なんで、はいはいはい、で、サダコ 3D にゼロオーミングオータイスペシャル、うん、でスロットの方はまあ、ゴーゴージャグラーって書いてあるよ、よくわかんないですけどね、もはやゴーゴージャグラーの下に、ミリオンゴッド神々の凱旋、イエーイ、ここですよ、来ちゃいましたね、僕ゴッドが業界で結構珍しいんですけど、ゴッド嫌い系ライターなんです、でも最近得意系ライターに変わってるんでしょ、得意系ライターに変わってきたんですけど、ゴッド言わしちゃう系ライター、言わしちゃう系ライター、はい、いや打ちたくないな、進んではタイマーはあると思いますか、あるんじゃないですかね、何を言ってんですか、大丈夫ですか、え大丈夫ですか、そんなタイマーですよね、はい、キッチンタイマーとかいろいろあるんですよ、そういうことですね、タイマーはありますよ、はい、今回はねユニメもついてるあそうそうそう、はい、ユニメもついてるらしいんですよ、はい、なんでゴッド回数とか、その発言やめてくれさあそして、4月13日には AKB あ眉毛バージョンですね、デビルマンとサイレントメビウス、岡崎さんに、A プラス ART だったかな、これ。そして下旬4月20日は倖田來未、倖田來未？あ、レジェンドライブ。あって反応しました、ね。変なこと言うんかなと思いました。え？倖田來未って言ったから。いやあの倖田來未でしょ。あの倖田來未。綺麗なバタフライがついてた。そう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 。はいはいはい、スペック違いです、ね。あスペック違い。注目してる感じですか？いや全然してない。全然だそうです。全然だそうです。いやこの時はね。あプロ的にはね。違う。そう他にありますから。あ他にある、はい、他にあるんですか、はい、どこら辺ですか、花マンですか、いや沖縄フェスティバル、あおまさかの A タイプ、うん、そうなんです、大好きなんですよ、オキスロ、オキスロがほあ戻ってきちゃいましたね、戻っちゃいました、はい、じゃあということで、じゃあ、はい、野室さんの注目機種を、僕の注目機種、はい、機種行かせていただいていいですか、お願いします、あれこれちょっと台本、はいはいはい、ここでいいですか、ズバンと言うんですか、ノブロック、あいー、え、何ですかそれ、かっこいいんですけど、半笑い、半笑いです、いいだ、かっこいい、かっこいい、初めて言われた、かっこいいって、かっこいいって言われた、必殺技あるんですね、必殺技あります、
あ、勉強になりますわ、そういうそういうの大事ですよね、番組に目ちっさって言われてますけど、はい、僕が今回取り上げたい機種は4月6日導入の3世 R&D CR0 でございます。お、間違いない。ジャケット並みにダサいぞ、はいはい、それではジャケットかく、さあ、じゃあ、早速スペックの方が出ておりますね、はい、今回 CR0 スペック大当たり確率 399.6分の1、広角時が 140.93 分の1と、初級3715の実質ラウンド数が16の10カウント、魔界チャンス Z 獲得率が 51% の継続率 75%、うん、ついに195回まで来ちゃいましたね、 ST が、確認中 ST が195回まで、確認に入らない時にも時短100回転となっております、はい、そして、続いて、まあ、特徴の方を見ていきましょうかおこれですね、こちらが CR0 の、まあ、見どころ、こう左下右下と4つあるんですけど、まず、ですね、初代ガロWX や、ガロファイナルなどのこういいところを継承しているということで、エンブレムギミックが復活と。おお。え？こういうやつですよね。そう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 。扇形の。今ちょっと見えないけどガシャーンってなるやつですよね。あとは、まあ、あのホラーとの、バトル演出だったり、見づれえな。あ、こう画面で見ればいいのか。そうです。あとは新滅ボーナスというね、リーチハズレゴに、まあ、まあこれはおそらく魔界チャンス入るんじゃないかなっていう、こう熱いね当たり方とか、まあ、3D こうイルミを使用したゼロフラッシュ、赤い 3D が出れば大チャンスと、ここら辺はガロファイナルのこう特徴を継承しております、うん、さあ、じゃあ、リーチ演出の方を簡単に見ていきましょうか、はい、お願いします。まあ、リーチさえねちょっと把握しておけばなんとかなるでしょうということで、まず通常時リーチアクション 0SPK リーチで一番熱いのが、ローゲン流リーチ、これが最強リーチですね。これさえ覚えておけば、あ、ローゲン流か、それじゃないのかっていう感じで、まあ、次がイデア、あとはリグル、リングリーチという順に、期待度が、まあ、上から順になっております。で、注目ポイントとしてはやはり赤タイトルと進撃アタック、これはやはりガロファイナルで好評だった進撃アタックが復活と。うん、で、右側に行きまして、まあ、ここら辺はやはりいつものガロシリーズのリーチ構成になってますね。 2D アニメ系リーチがいろいろあって、ここから発展するかどうかと、うん、あとは上にあるですね、ホラーバトルリーチ、これが、文字が読めない、初代ガロ WX のホラーバトルを再現しているということで、まあ、あの今までもシリーズでちょくちょくあったんですけれども、まあ、その辺も、再現してますよという感じになっております、はい、カブトさんどうでしょうか、ゼロ、はい、全然触ってないんですけど、それはそうですよね、はい、全然触ってないんですけど、シダも行ってないですよ、はい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 、ロング ST がここまで行っちゃってどう受けるかな、どうなんですかね、195回転、スレイヤーズが同じような感じですよね。あ、僕スレイヤーズね、うん、割と好きだったんです。当たる感じしましたか。あんまり変わんないっていうか、その短くて確率も高めなのと、うん、長くてその結局継続率がまあ70から80ぐらいになってるわけじゃないですか、はい、で長くても早いじゃないですか、こう消化はそれなりに、はい、そうですね、なんで、まあ、あ、当たったみたいな、赤宝流来た、結局結構冷めてるんですね。そうですね、ついこの間も僕個人のツイッターでロング ST ってこれ誰得なんだろうってつぶやいたばっかりなんですけど、打ち手に得あんのかなって、でそしたらリプが来て、うん、増やせれば ST 値増やせれば得ですよ。それはどうしよう、一般目線ではないですよね。まあそうですね、だからせっかくマックスで当たってすぐ駆け抜けるのも悪いからロングにしたようなその発言やめいっていう、すいませんね、僕大事な時期なんですよね。いやでもね、ゼロはね好き でも多分打ちます、好きなんで、ガロシリーズ、ガロシリーズすごいですからね、うん、でゼロやっぱかっこいいんで打つと思いますけどね。だから、いや、だからそのスレイヤーズの件でもありましたけど、はい、別に長くても短くても僕一緒なんですよ、当たる継続率的にはね、はい、だから、まあ、長くても別にいいけどっていう感じ
ですね、とりあえず出てみてですね、打ってみて、はい、戻し1だろうってありましたけど今3でしたね。そうですね、昇級が3、7、15ってあったんで、はい、多分3だと思いますけどね。いやいやはい、というわけでですね、皆さんこれで来月の導入、機種のチェックはバッチリですね。ということで2つ目のコーナーに行ってみましょう。行っちゃいますか。俺たちやってます、やってます。ですね、ニコ7チャンネルの放送スケジュールを見ていきたいと思います、はい、来月はこんな感じになっております。ドン、はい、まずはですね、新番組と特番からご紹介します、はい、ということで初日から、そうなんですよ、なんかすごいですねこれ、疑似、はい、37時間全突破オールナイトスロット、もうよくわかんないですねこのなんかいろいろ要素ありすぎて、マシマシみたいな感じ、疑似、ね、とか全突破オールナイト、これは31日から やってるんですね。そうなんです、だから1日って書いてありますけど、うん、前日31日の朝10時から、はい、この1日の夜まで打つよということですね、はい、そして2日番組対抗パチスロトーナメントということで、これよくわかんないですね、はい、詳細は謎に包まれているらしいですけれども、はい、スペシャルな番組になることは間違いないということで、これ知ってます、これ呼ばれてないですよ、ね、俺も知らなくて何だろうと思ってるんですけど、うん、はい、番組対抗って書いてあるしな、ですね、この番組は呼ばれるんですかね、あ、ないですねはい、そして、7日ですね、地獄のゲーム実況をクリアするまで終われないということで、ニコ7チャンネルとはではですね、初となるゲーム実況、今ハテナがついてます、はい、でですね、 CR スーパー海物語を使ったプレイステーション2用 RPG ソフトパチパラ13を人気 生主モコーさんと高田健司さんがぶっ続けてプレイをするという、これ、ゆかりさんがね、さっきこれ私モコー先生大ファンなんで、大はしゃぎしてましたね、もう来たい来たい来たいってこの番組モコー先生呼ぶんですかみたいな感じになってました。だから現場には多分当日遊びに来ると思う、はい、ゆかりさんが見学させていただくかもしれない画面に登場するかどうか分かんないですけどね、はいはい、そしてですね、この番組ですね、25時間の枠を取っているらしいんですけども、はい、クリアするまで帰れないという過酷なルールにですね、はい、お二人はどう立ち向かうのか必見です。そして16日、カッコ仮カチパチロード、ほう、はい、そして22日、はい、満髪チャレンジ、はい、視聴者のご要望にお答えして堂々登場ということで、待望のパチンコ新番組、はい、ぜひお見逃しなく。そして、25日26日はですね、こちらも大注目です、パチンコ&パチスロフェスタ2015 in ニコニコ超会議4、はい、ということで、今年も開催されるニコニコ最大のイベント、ニコニコ超会議ステージイベントや実践、どんな番組になるのでしょうか。2日間現地から生放送でお届けします。はい、最後まで来ましたかね、はい、はい、ありましたありました、ニコナナタイムズ、あ、来た危ない危ない危ない、あった危ない危ない、ギリですね、ギリ違ってるじゃないですか、すごい、はい、ちなみに同じ日の朝に極め堂が入ってるっていう、ね、謎のダブルヘッダー、すげえダブルヘッダーこの日俺はどうすんだろうっていう、9時半から夜まで、はい、はい、ということで、はい、特番30日まで来ましたか ね特番や新番組、特番多いですね、多いんですよ、なんか、何ですか1日から37時間みたいいや、なんか1週間前ぐらいに決まって、はい、野村さん行けますかって言われて、疑似37時間っていうのは、あ、やっぱその本当のオールナイトは三重で、はい、特別な日だけじゃないですか、はい、だからそれを実本当に再現はできないんですけど、まあ、閉店後のホールもちょっと借りて、じゃあ寝ない、寝ないか途中ちょっと寝るかちょっと分かんないです。どういうことですか途中寝るっていうのはいや、なんかさすがに大丈夫かってこう番組ディレクターとかが言ってて、はい、で、なんか応援の人が2人ぐらい来るらしいんで、その人が来てるときはちょっと寝てもいいのかなとか、あと夜、その1日目の夜から朝にかけてやっぱりお店がちょっと一回、はい、次の日の準備をしなきゃいけないので、その時は僕が一回、うん、お店を出るらしいんですよ。で、次の日の開店まで 2,3 時間あるらしいので、はあはあ、そこでちょっと、まあ、寝れるのかなとかね。ちょっと本当にちょっとつまんでる感じですか。そうですね。ちょいちょい。はいはいはい。まあね、ノムさんはまあ、この業界何年ぐらいでしたっけ。え、
どの10だからもう大丈夫ですよね。あ、10年選手は、うん、もう大丈夫ですもん。10年選手だともうちょっとガタきてますよ大体。いやもうね、そこはね、10年は村乗ってんじゃないですか。やっぱりそうですね、やっぱね、30代半ばですからね。でやっぱりその長いロングのニコ生できるっていうのはすごい、さすがです。なんかすごい、なんか持ち上げられてますね。今日はそう、今日はなんか良い人がね、さすがですね。そうやって、本当なんですよ、そうやっていろんな番組でこう気に入られてあれですね、気に入られてしたたかですね。じゃあこう潜り込んで潜り込んでね、で仕事をもらっていつの間にか乗っ取ってるパターンです。ああ、なるほど、はい。いつの間にかコーナー誕生させてっていう、そんなスタンスです。だってコーナーできたらもう次はだって入れ替わりでしょ、ガラッと。いや、そこまではまだまだですよ。どうやってんすかそれ。どうやってっていうか、本当に遊び行くだけですよ。ちょっとそこでなんかやってんでしょ。枕枕説もねあったんですけど。枕説ありますよね、高広なだけに。大丈夫です。え、高広ってあれなんですか。高広似てるねって。そんなもんない。両手使いはパチンコとスロットだけっていうことになってますね。あ、はい、持ちネタですね。教えてくんないのかそれ。